ハローユ、えー YouTube! え今日ですね、えー、私の運転手やってた斉藤健一郎くんがついにガーシーの後つ継いで、えー、参議院議員になりましたけれども、そのガーシーさんの、えー、元自宅ですかね、お母さんとかが住んでるんですかね、えー、そこにですね、強制捜査が、えー、入ったと、えー、いうことでですね、えー、まあなんかガーシーさんが動画で怒ってたみたいですけど、えー、まあ、 要は三人に対する常習的な脅迫によってですね、綾野剛さんとかですね、川上信夫剛さんとかが訴えてたわけですけれども、その告訴が受理されて警察が今動いている。そして i c p o を通じて国際手配、えー、青手配っていうんですかね、されてるようなんですけれども、まあなかなかそれぐらいの え、罪でですね、UAE、ドバイ政府が、えー、身柄拘束するかっていうと、なかなかそれは難しいかな、というふうに。まあ、日本の警察もそこまで力はない、というふうに思います。えー、まあ、ただね、あの、長期滞在ビザとかおそらく持ってるんだと思いますけれども、はい。なんか、前回ね、FC2 の高橋さんが、あの、グリーンカードだって言ってたけど、あれ、米国籍なんですかね、彼はね。確か、確かにそうでしたね。グリーンカードじゃなくて、米国籍のはずです。奥さんも多分そうなったと思います。 米国のパスポートを持ってるはずですね。えー、まあ、ガーシーさんそれ多分持ってないと思うので、なかなか、あの、難しい状況がありましたけれども、で、今日もなんか、あの、モンテネグロっていう、あの、まあ、旧ユーゴスラビアですかね、の国に潜伏していたテラっていう、テラ USD っていうですね、えー、仮想通貨を、え、暗号資産ですかね、それで詐欺を働いたとした、あの、韓国籍の男が、え、逮捕。 されて、身柄拘束されて、韓国政府に送られましたけれども、まあそのような大事件でもないので、えー、おそらくそういったことにはならないと思いますけれども、えー、まあ関係先としてですね、まあ、77歳の母親は YouTube のことなんか知らんと、まあそれは確かにそうだなと、まあ単純にこれ警察の嫌がらせだと思,い思われます。はい。 えー、ということでですね、もう一回でもね、こう、こういう形で食らいついたらですね、えー、話さないみたいな感じなんですけれども、やっぱ国際手配となるとなかなか難しいと。えー、前も話しましたけれども、ルフィみたいなですね、えー、まあ強盗殺人みたいな感じの親玉ってなるとですね、それはフィリピン政府もですね、黙っちゃいられないっていうことにはなると思いますけれども、まあ、今回の件はですね、そこまではいかないんじゃないかなというふうに思います。 えー、ずっと居続けるんじゃないですかね。えー、日本にはもう帰ってくるつもりはないみたいな話だったんで、もしね、帰ってくるんだったら参議院議員の身分があったうちに帰ってきた方が良かったですね。はい。あの、別にあの、これは、えー、公職選挙法違反とかですね、政治資金規制法違反とかですね、汚職とかじゃないんで、えー、議員の身分はですね、おそらく執行猶予判決つくと思うんで、えー、議員の身分はですね、維持されると思うんですけれども、ね、なんか立花隆さんはですね、えー、首の、 投資しだったんですかね。えー、立花隆さんは川、川上信夫さんとか、え、綾野剛さんとか多分説得をして、国を取り下げみたいなことを、えー、やろうとしてますけれども、それはできるかどうかわかりませんが、あの、まあ、当面、膠着状態が続くんじゃないかな、というふうに考えております。えー、ということで、以上になります。とし